へえ。月の涙と呼ばれる月の涙。いつの間に。この花、月の涙って言うんですね。これを見ているとなんだかいろいろなことを思い出します。なぜだかは分かりませんが、巨大なイノシシに何度も襲われたことや、体を壊されてその度にいろんな部位を装着して試したりとか。なかなか壮絶ですね。それにこの花を見るとよくわからない感情に満たされるんです。胸のあたりがキュッとするような。あの、一つお願いがあるんですけど、いいですか？もしこの月の涙の咲いている場所を他にも見つけたら教えてください。このよくわからない思いの正体を知りたいんです。だからお願いします。ありがとうございます。もし月の涙を見つけた時はこの周波数に通信してください。ではお願いします。これは月の涙。エミールさんに知らせましょう。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。そこにいてください。そこにいろっていつまで。お待たせしました。ああ、そうだ、そういえばここは。何か思い出したの？ずっと昔この花を保護していた記憶が断片的に残っています。でもどんどん砂が浸食してきて花もどんどん枯れていって、そういえばその頃から人を見かけなくなった気がします。人間を？探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。これは月の涙ですね。エミールさんに知らせましょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。そこにいてください。そこにいろって。お待たせしました。やっぱり早っ。ああ、そうか、ここは昔エイリアンが襲来してきた時のことです。僕はここで地球を守るために必死になって戦いました。エミールさんが？きっと何か守りたい大切なものがあったんだと思います。でもそれが何かはわからない。探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。これは月のな。はい、何でしょう。月の涙を見つけ。今すぐ行きます。お待たせしました。さすが早いですね。ああ、そうか、
ここでは何があったんですか？エイリアンとの戦い、その戦況は日々悪化していきました。僕は戦闘に勝利するために自己増殖したんです。でも敵の数もどんどん増えて、たくさんの仲間が命を落としました。もうずいぶん昔のことです。そうですか。エミールさんっていつから生きてるんですか？よくわかりません。戦うのに必要のない記憶だったから。探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。これは月の涙ですね。エミールさんに。お待たせしました。まだ伝えてすらいないのに。エミールさん大丈夫ですか？今思い出しました。僕は。え？ありがとうございます。おかげで大事な場所を思い出すことができました。大事な場所？はい、それは彼にとってとても大事な場所。お礼に案内します。この鍵を使ってください。これはショッピングモールにあるエレベーターの鍵です。後でこの場所に来てください。すみません、先に向かってください。僕はもう少しここにいます。